2010年5月テネシー洪水は2010年5月1日から2日にかけてアメリカ合衆国のテネシー州中部で発生した洪水である。両日の豪雨によりテネシー州東部、ケンタッキー州中南部、ミシシッピ州で被害があった。洪水はその後も数日間地域に影響を及ぼし死傷者と物的損害をもたらした。洪水は テネシー州で19人の死者を出した。そのうち10人の死者を出した州とナッシュビルの位置するデビッドソン軍は4人の彼らの自宅で、2人は車内で、4人は屋外で発見されたと発表した。他にも洪水と竜巻によってミシシッピ州北部で6人、ケンタッキー州で4人の死亡が報告された。ミシシッピ州における軍別の死亡者数は 下記の通り。テネシー州ナッシュビルにてカンバーランド側の洪水は、グランドオールオープリーハウス、ゲイロードオープリーランドリゾートコンベンションセンター、ブリジストンアリーナ、LP フィールドなどにも浸水被害を及ぼした。グランドオールオープリーの演奏者は以前オープリーの収録に使われており、かつ、 洪水の被害を免れた、ライマン公会堂と戦争記念館に移動し、収録を続行。シャーマーホーンシンフォニーセンターの誓いも洪水によって浸水し、スタインウェイのグランドピアの2台と250万ドルの価値があるとされるオルガンが損傷した。ゲイロードオープリーランドホテルの一般公開区画は破壊され、ホテルの一部は10フィートの浸水被害を受けた。 カントリーミュージック電動博物館の機械室も浸水したが展示物の損害は免れたと報告されている。LP フィールドのグラウンドと客用出入り口は水中に渦漏れた。3ヶ月弱前の2010年2月にオープン、したばかりのダウンタウンにある高さ127メートルのピナクルアットシンフォニープレイスの地下駐車場は12メートルの高さまで水で満たされた。 駐車場内の電気系統やエレベーターシステムなどが損失を受けた。ナッシュビルの郊外にある高級住宅街ベルミードにあるセントジョージ米国政営公会協会の1階も浸水。浸水被害にあったナッシュビル電力会社の変電所は5月4日、早朝、市の中心部に送電を再開した。停電していたビルの中にはテネシー州で最も高い188メートルの AT&T ビルも含まれる。アメリカ国立気象局は5月7日金曜日まで、ダイヤーズバーグとダイヤー軍の水位は下がらないが、5月8日、土曜日になると8メートルまで下がることを予測した。また、フォークドディア側は5月2日の日曜日の夜に2メートル上昇し、月曜日の朝5時に7.5メートル、午後4時には8.8メートルまで上昇した。さらに、 同局は5月4日、火曜日午前7時から午後7時にフォークドディア側の最高水位の時間を変更。1937年1月1日以来、約9メートルの上昇が予測される。月曜日の朝の間に200の建築物と600件の住居が洪水の被害に遭ったと考えられている。ありがとうございます。